あのね、会社のさ、従業員用の専用路線だからさ、普通の人は乗ってもダメなんだよ。会社から入ってそそ、うちの会社だけだ。うちの会社がさ、開設した路線だ。ね。場所の電車とかに、電車部屋に出てこいとか、そういうの出せない。かけない。そういうのね、あんの。だ普通はさ、そういうのかけばいいと思うじゃん。なんかね、知らないけど、国土交通省とかそういうね、取り決めあるんだって。かけない。女性バスがあるんじゃない。そうそう、ダメなんだ。女性バスに。ああ、そうそう。だからダメなんだ。だから普通はさ、間違えて乗っちゃう人も出ちゃうから、で乗れると思っちゃうから、そういうの乗った方がいいんじゃないかって言ったんだけど、それがね、できない。それこそ、そこで一般解雇の人やるんだって。そうそう、それから女性バス使うのかな。うん。もうそこ行けば乗っちゃうかなって思ってたんですけど、どんどんそういうの。うん、そうそう、そう、そうじゃない。だからうちの本社はそういうふうにほら間違えたほら入ってきた人いるからそういう状況したかったんだけどそしたら言ったらそれをね取り消しかかっちゃうからダメなんだよ大きなところでそういう場所が広まるってなったらいいわけじゃないパブリックとしなしちゃったらそう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 そ